1年間のベストオブベストを決めちゃおう。それはストリートダンス夢の祭典。この場で踊れる名誉ゲストショーケース、出場権をかけて1年間競い合ったゼロコンテスト、振り付けに光をコリオグラファーコンテスト、ダンサーの意地と怒りが交錯した 3on3 バトル、ショーアングランプリはダンスの瞬間で、そうだマスターピース2010、その名ごとく傑作を表彰します。はい、マスターピース2周目来た。いや1周目も相当激アツでしたけど、激アツでしょ。2周目はまだまだわっしょいわっしょいわっしょいだぜ。すごいダンス、うん、どんどん届けられると思いますよ。どんどん届けてください。どんどん届けちゃいます。僕は届けるわけじゃないですけどね。どんどんいっちゃいましょう。ということで2周目見てください。ダンサー TV 始まりです。昨年どれだけの進化を遂げたのかマスターピースで検証しよう。さらにブログギャルたちがストリートダンスに進出、血と涙の努力、彼女たちが傾けた情熱の花、ジェアサ TV ダンスの未来は君と共に。マスターピースゲッションペース、今までの中で一番出し切り楽しかった。おー、北海道から来たゆきちゃんは、たくさんの人に見せられて嬉しかったです。It was the last show for us in Tokyo. 26 was the last one. I loved it so much. It was, I think, great energy. And audience was great. And everything was feeling great. I loved it. It's okay. フランスから著名な振付師ザイスが新木場スタジオゴーストにやってきた。レオナ・ルイスなど数多くの UK トップアーティストのダンサー振付師として活躍する彼が、東京のフィメールダンサー6人と特別チームを編成しました。ヴィンテージ
今回はボーイズコーラスみたいな感じで、はい、じゃあ衣装もそういうイメージ。そうです、はい、はい、お昨年は10カ国13カ所のユーロツアーが大成功し、マライア・キャリーとも共演を果たしたシットキングス。 LA を起点に世界でワークショップを展開し、インターナショナルに活躍する彼らの傑作ダンスをどうぞ。観客のため、ダンスのため、男は密かに準備中。でもその格好は一体？この番組はソニーミュージックと、それもダメよ、靴が汚れちゃう。でももし無理やり舐めようと、ご覧のスポンサーの提供でお送りします。ニコタッチザウォールズダイバーダブロボブソン、ダブロー。これはね、言っとかなければいけないことがありますね。これ、特別ですこれ、いつも日常じゃないんですそこら辺ですね、オファー来られても、スペシャル、ありがとうございますマスターピースだけのスペシャルコラボ。番組 MC であるフィッシュボーイとカイトの世界一コンビ、クレイジーローラーズが人気の東京キッズと手を組んだ。衣装は映画トロンをイメージ。年間王者を決めるゼロコンテストファイナル、キッズ部門で優勝を果たしたのはルシファーでしたが、続くジェネラル部門、経験もスキルも申し分ない。1年を通して行われた各予選のチャンピオン6チームが激突。
参りましょう。アースティックサイドアクション。個性豊かな激突でした。初っ端は最終予選で勝ち上がったアースティックスサイド。柔らかボディでアートな世界観を構築、会場をうっとりさせライバルを脅かします。次はフライ 6B、 女だらけのファンキーダンス。花も恥じらう華やかさ。一方で髪型やスタイルは超攻撃的。我が道を行く、それは竜の道なのか。ドラゴンロード、愚直なまでのゴリゴリヒップホップ、解釈は彼らに委ねよう。あなたの一押しは？続くリズムドラフトはゼロコンテストの意気込みが感じられるパフォーマンスで会場ノックアウト。シンプルだが自己主張するようなパッションもグーでした。仙台をつなぐ遠距離ダンサー2人組ジータ、ポップシーンの中枢、いや未来のダンスシーンを背負う逸材コンビです。凄まじいまでの作品能力に審査員もどよめいた。優勝候補だ。対抗馬はこのチームか。春のゼロコンでいち早くこの年末のマスターピース出場を決めたナルシスト。モチベーションは持続してます。シックなジャズダンスにストリート感をたっぷりブレンドいたしました。全チームパフォーマンスを終えて、この会場で踊れて良かったです。なんか思いが、気持ちが全部伝わったらいいなと思います。やりきりました。自信あります。やっぱり私たちにしかできないことなので、そこはもう自信を持って今ここにいたいと思います。はい。ゼロコンテストグランドファイナルジェネラル部門、本日のウィナー優勝チームは、おめでとう、ジーター。おい、ジーターおめでとう。
右側の方にいます。拍手の迎えください。ただ男は挑戦し続けて戦い続けて初めて男になれると思うんで、これからジータが男になるように、男の子から男になるようにさらに頑張りますから、見ててください、見守ってください。実はジータはトラブル続き、怪我など乗り越えての優勝でした。2010年の最高傑作に認定。マスターピースコリオグラファーコンテスト、これはダンスと能力自体を問うものではありません。コリオグラファーコンテスト、高度なセンス、そしてテーマの深さが問われます。振り付け作品の最高傑作に輝いたのは、まあ、シカゴみたいな感じがしたくて、ミュージカル のワンシーンを見てるような5分間で気持ちになってもらえるような作品を作りました。まるでミュージカル、ヒット・ザ・ロードシャック。手掛けたのはユー。黒と白、シカゴのめくるめく世界。Now baby, yo baby, don't you creep in this way, cause I'll be back on my feet someday. I guess if you say so, I'm gonna get my things and go. Hit the road, Jack, don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, don't you come back no more. Don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. Don't you come back no more. No more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. Don't you come back no more. No more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Don't you come back no more. はい、楽しかったです。楽しかったけどスタールジャクションやっちまいました俺、衣装。すいません、こういうショーケースで、大事なショーケースでこういうミスはしちゃいけませんよ、皆さん。以上です。ありがとうございました。世界のハウスオールスターズ見参。アルマ、グラスホッパーという日本を代表するハウスチームに、シーホ、総一郎という豪華なメンツ、ジ・アブソルート。とんでもない傑作が集まるマスターピース。中でもキラリと光る堂々の存在感とオーラでした。ギャルが深夜のスタジオに集う。おはようございます。一体何が始まる？
セブンエモーションズ。黒木メイサ First Full Album。 黒木メイサを見る、読む、知る、聞く、黒木メイサマガジン。ストリートダンスやっちゃうぞ。トップブログギャル天地も擁する人気雑誌ニッキー。番組ではイケメン高校生ダンサー探しの学校訪問などでコラボを繰り返してまいりました。そして今深夜の東京に。おはようございます。おはようございます。軽装に着替え始めるギャルたち、これは何なんすか？ギャルたちの初レッスンですよ。初レッスンですよ。レッスンってでも何の？もうね、ギャルがどんだけダンスを考えてくれてるのかよく分かりませんけども、まああのね、僕がちょっと用意した講師はバシッと教えてくれるでしょう。実はテアンサー TV とニッキーの極秘プロジェクトが始動していた。話は6月に遡る。クラスでやったからダンスを助けた。それは個別面談からスタートしていた。ギャルが立候補し男性の情熱をチェック、そしてよりすぐりメンバーでブロギャダンス部が創部されたのだ。密かにレッスン初日を迎えました。もう全力で頑張るんでよろしくお願いします。ダンスは結構好きで家とかでやってたんで頑張るでよろしくお願いします。まあいい感じにメリハリ持ってやっちゃおう。はい、よろしくです。お願いします。水面下での計画、みんなをあっと言わせたい。でも経験値ゼロなのでレッスンには超一流ダンサー秋広講師に向かい、基礎の基礎から学びます。学校や仕事の合間を縫ってのレッスン、ダンスを体に入れる。普段の顔とは一変、みんな真面目。週1回半年間の長丁場、一朝一夕じゃここまでできません。中でも成長著しいのはハイテンションギャルサコチ。家練してました。天然とは言わせないむつみかん。解禁症のママギャルひなぽん。 R&B シンガーのみずほに最年少15歳のゆきたん。なんか上手くなっていく自分かっけえみたいな。なんかやっと他のステップとかいろいろ取り入れてもらって、やっとちょっとダンスらしくなってきたかなみたいな。ほら、ここで秋広先生がスーパー転校生を連れてきた。みんなをちょっと引っ張って教えててくれるアシスタント。ダンス歴8年、キッズダンサー出身のリサが先生のサポートとして参加。元からいるギャルに刺激を与える効果も期待できます。招待です。大好きだよ。ニコタッチザウォールズダイバだよ。
スマはまたもアジアへ飛ぶし、ダンサーは舞台もやっちゃうし、とにかく来週もダンス尽くし。